と家がなんかあってもいいかなみたいな明るい曲を歌わせていただきます。私さっきね司会の方に言っていただきましたけれども、ゼリーフライっていう私の地元の B 級グルメがあるんです。埼玉県行田市というところなんですけれども、行田に昔から伝わる B 級グルメがゼリーフライという食べ物です。ちなみにゼリーフライって知ってる人あんまりいないですね。ゼリーフライっていうのはコロッケみたいな食べ物なんですね。でゼリーをフライにしたわけではなく、形が小判の形をしています。でそれを昔ゼニガタフライと呼んでいたんです。中身はおからと山芋と、じゃがいもの、素揚げのコロッケみたいなんですけど、でゼニガタフライと呼んでたのがだんだんなまってゼニガタフライ、ゼニフライ、ゼニフライ、ゼリーフライで今ゼリーフライと言われるようになりましたね。知らないよね。はい、今度ぜひぜひ行田だ、最近ね B 級グルメ流行ってるからちょっとずつ知ってもらえてるんですけど、まだ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 なので、私ゼリーフライ大使もやらせていただいております。ということでこの歌は必ず歌うようにしてます。それでこの曲は皆様にご協力いただきたいことがあります。まず、明るめなので手拍子をください。そして一番最後にですね、私がせーのと言ったらいただきますという箇所があるので、ぜひぜひこの雨を、私雨女なんですよ、だから、ね、嫌なんですけどドキドキしてるんですけど、雨を吹き飛ばすような感じでいただきますと言ってください。そして、一番はですね、私がザブリンコと言ったらザブリンコ、ザブリンコ、ザブリンコと言ってください。ザブリンコ、雨が降りそうだな、大丈夫かな、ないか、ないやね、ザブリンコ、ザブリンコで、2番が熱々でお願いします。お願いします。よろしいでしょうか。ありがとう。では聞いてください。もちもちゼリーフライ。ゼリー、ゼリーじゃないのよ、怖がらないで、おからとソースのハーモニー、一度食べたらやみつきよ。こね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 、おからとお芋をあげたら、ソースのプールにザブリンコ。はい、ザブリンコ、ザブリンコ、もう一丁ザブリンコ。あー、おいしそう。あー、食べたいな、もちもちゼリーフライ、おいしいな。ありがとうございます。2番は熱々です。本当はここで私がおもちゃのピアノで感想を弾きますが、今日はないので手持ち無沙汰でどうしようかなと手があ、募金、募金お願いいたします。ゼリー、ゼリーじゃないのよ、ヘルシーなのよ、キャンディーみたいに棒に刺して仲良く食べようよ。ふーふーふーして、行田の街を歩きながら、お口に入れたら熱々。はい、熱々、熱々、はい、熱々。あー、お腹すいた。あー、食べたいな、もちもちゼリーフライ、おいしいな。ありがとうございました。